こんにちは、速稼塾の久保です。今回の悪い予感は視聴者さんからというよりもね、速稼塾の塾生さんからお寄せいただいた情報でございます。さいたま市のスーパーというところですね、今のところほぼほぼ通常通りでございますということでございました。写真も送られてきましたね。まあ通常通りですよね。そんなに慌てることはないと思います。首都圏といえどもその物流はしっかりと機能してますんでね。まあ、物流のことをちょっとお話しますと、まず販売店がありますよね。販売店、スーパーとかコンビニとかですけども、こちらにロジスティックスで運ぶんですけども、トラックで運ぶ元の、倉庫があるんですよね。在庫置き場、ここにはね、やっぱり全てのお店の、3日分から1週間分くらいの在庫があるわけなんですよ。ですんで、いきなり売り切れてもちゃんと商品あります。商品あるんですけども、トラックの台数が限られているのと、1日3便とか4便っていう風にトラックが出荷はね、もうプログラミングされてますんで、いきなり人数が増えたりとか便数が増えたりしないんですよ。ですんで物流が追いつかなくなるって問題ありますけども、商品十分ありますんでね、店舗から消えても大丈夫です。人の家のね、冷蔵庫っていっぱいになったらもう入れられないじゃないですか。ということで2、3日したらまたね、落ち着くんですよ、販売っていうのが。なんでティッシュペーパーみたいに保存が効くものとかね、長期間保存しておいても大丈夫なような袋ラーメンとか、ああいうのはね、結構買い占める方多いと思います。しかもあれね、何ですかね、1ケース2ケース1人で買うこと可能じゃないですか。そうすると売り場がバコって開くんでね、かさばるんですよ、要するに。で、金額あまりいかないんで、在庫もしっかり持っておけないんですよね、スペースの関係で。ですんで、いきなり物がなくなったみたいな感触はしますけども、大したことはないですよ。なんですか、食料危機が訪れてるわけでもなんでもないんでね。ただ、買いだめする人のせいで、消費者のせいで消費者が買いにくくなってくるっていう、要するに消費者同士がね、潰し合ってる状態です。まさに転売屋の餌食になりますんで、お気をつけいただければと思います。さあ、それでですね、昨日なんですけども、FX のこともちょっと書いてくださいましたね。やっぱり昨日っていうのは FX むちゃくちゃ稼ぎやすい時だったんですよ。絵に描いたようなアセンディングトライアングルで、ブレイクするっていうのは上でも下でもあるんですよ。ただアセンディングトライアングルはディセンディングトライアングルも上に抜けやすいという特徴があるだけで、もちろん下に抜ける時もあるんですよね。で、そういう時は、あ、下に抜ける珍しいケースが来たなと思って、下の方に売りをダーッと仕掛ければですね、ずっとそこから利益取れるんですよ。途中で N 波動みたいな調整はありますけども、基本的にはずっと売りに入れるわけなんですよね。そういう形で、こんなね、悪い予感がする時でも、FX の相場っていうのはずっと動いてますから。それこそね、株式よりこういう時っていうのは強いわけなんですよ。不動産より強いんですよ。不動産って落ちたら落ちっぱなしで、不動産価格が落ちて儲かるってことはあんまりないんですけども、FX ってどっちに行っても利益取れますからね。で、しかも財政出動した時ってのは一方的に波が動く傾向にありますんで、これもまたね、一つ儲けやすい、状況なのかなと思います。ただね、私はやっぱりずっと感じるのは、これだけ毎日何万とか何十万とか、時によってはね、何百万みたいな利益が1日で稼げちゃうと、この実体経済のなんか脆さとプラスね、この虚構の経済ってのは何なのかなと思ってね、ロスチャイルドとかね、ロックフェラーとかは考えざるを得ないんですよ。金融を支配しているものが、農作物を一回も作ったことがない、食べ物を一回も作ったことがない人が食べ物をね、たくさん集めて一生懸命農作業して大変な思いをして食料を作ってる方があんまり豊かになれないっていうね、このね、実体経済とその虚構の金融業界のね、バランスが今ね、全然こうデタラメになっちゃったのかなと思います。ちょっとね、金融ってのは実体経済をその流動性を与えるぐらいで適当だったんですけども、今はね、その金融工学があまりにもね、大きくなりすぎて実体経済から別のところで動いてるなという気がするんですよね。だからこそ戦争や災害とかをわざと起こそうなんてみたいな、そんなムーブメントになるんですけどもね、実体経済ありきでやってると、実体経済が大半を占めてると、物を壊したりとかね、戦争とか仕掛けたりとか、疫病が流行っていいことは全くないんで、誰も儲かんないんでね、やらないっていう形になりますけども、今はね、どっちかっていうと、そのお金を儲けるために相場をこう不安定にさすために、わざと基金を起こしたりとかしてるってところもあるのかなと思っちゃいますね。陰謀論とまた言われるかもしれませんけども、陰謀論の中にも真実があるんではないかなと思います。志村けん、報じられているよりスーダンやばい、新型コロナ病状、人工心肺に加えて日本未承認の新薬も実験投与の可能性ということでニュースが飛び込んできました。タレントの志村けんさんがですね、今重篤状態に陥っているということですよね。
東京港区の病院から人工心肺装置を求めて新宿区の別の病院に転院していたことが判明。人工心肺がないとやばいこと、肺気腫ができ、人工呼吸器に肺が耐えられないだろうと推察されると。重篤ですね。危篤になるかもしれないですよ。これは目下専門チームが24時間体制で志村けんさんの治療に当たっている。ある意味 VIP 待遇。人工心肺装置でも回復が芳しくない場合は日本未承認の抗ウイルス薬の投与も考えられるでしょう。ナショナルセンターなので治療の許可は下りていますということでございますね。志村けんさん、もうご高齢ですからね。70歳でしたっけね。ご高齢といったらもう今の時代70歳の方に対して失礼なのかもしれませんけども、70歳といえばいろんなね基礎疾患が起きやすい年齢でございます。で、志村さんはタバコもよく吸われますんでね、肺の方は弱ってるかもしれないですね。はい、回復を祈りたいと思います。それでは失礼します。